皆さんこんにちは、ハードワーカーの大西です。今回は球出し練習で上手くなるための考え方3選お話ししたいなと思います。まあ、はっきり言ってこの球出し練習だけではなく、全ての練習においてこの考え方というのは活かされると思いますので、ぜひ参考にしてください。で、本題に入る前に、この上手くなる選手の特徴っていうのがあって、勝手に上手くなるってことですね。特にもうジュニアもそうですが、コーチが指導する、教えるという時間はもちろん大事なんですが、ジュニアがどの時間に成長するかって言ったら、やっぱコーチが見てない時であったり、コーチがいないコートで自分のテニスのことにこう思考を巡らせている子、考えている子ですね。やっぱそういった子が本当に急成長します。これはジュニアだけじゃなくて、一般の方にも同じことが言えると思います。もうやっぱりこう上手くなっていく人なんかは、そういう周りのせいにしたりとか、コーチのせいにしたりせずに、まあコーチを選ぶというのはもちろん大事なんですが、やっぱり結局は自分の考え方次第でこの伸び率っていうのは変わっていくと思いますので、まあこうもっともっと成長したいとか上手くなりたいっていう方にはおすすめの今回動画になるんじゃないかなと思います。はい、それでは球出しで上手くなるための考え方3選、まず1つ目、球出しは一番簡単な練習。それはそうですよね。やっぱラリーする方が相手に対してボールをちゃんと打ってあげないといけないですし、相手の飛んでくるボールっていうのはなかなか予測がつかないですよね。ただこの球出しのボールっていうのは、どこにボールが飛んでくるかっていうのがもうすでに分かってて、そして、まあ、打つコースなんかももうすでに決められてることが多いですよね。なのでこの球出しの練習でミスをしている限り、本番の試合であったりゲーム形式の練習ではもっとミスが多くなるっていう考え方ですね。なので基本的にはこの球出し練習では、極力ミスを減らす、とんでもないミスを減らすということですね。例えば4球ボータル、なんとなくバーンと打ったりとかね、当たりが良かったわって自分だけが気持ちよくなってしまって、4球打っても2球しか入ってないっていうこともありますよね。強いボールを打つのもいいんですが、やっぱりコートに入れるというのが根底にないと、結局自己満足の練習になる。まあ一体何の練習をしているのか、まあ、でもただストレス解消のためにね、テニスをしている方なんかはもうね、野球打つ感覚でバーンと打つのもありかと思うんですが、やっぱり上手くなるためにって考えると、多分普段のスクールの魂練習だったら的を置いてますよね。的を狙うっていうのは絶対大事な考え方になってきますんで、これがないとやっぱいくら球数を打ってもためにならない練習になってしまう、ただこなしてしまう球出し練習になると思いますんで、やっぱりこの一番簡単な練習やからこそ、慎重に丁寧に、そして確実にコートに入れるっていうのを意識してやってみてください。はい、球出し練習で上手くなるための考え方その2、ボールが出てくる前に先に行っちゃう方。例えば横の動き、ストロークで横に移動して打って戻ってねっていう練習メニューがあるとしましょう。まあ、ボールがもうこっちに来るっていうのが分かってるんで、まあ、先にこうやって動いちゃう方、ボールが来る前に先に動いちゃう方、前のボールも同じですね。ボールが前に来るというのが分かってて、先に行ってボールが飛んでくるということで、この癖をつけちゃうと、実際ボールがどっちに来るか分からないという状況の中でボールを反応するのがすごい反応しづらくなるんですね。ボールが飛んできてから行く、ボールが飛んでくる前に行ってしまうことを実践的になりますよね。飛んできてから行く。はい、でボレーでもこれ同じことが言えて、私球出ししている側なんでよくわかるんですけど、例えば、まあ、フォアボレーだけやとしたら先に動いちゃうんで、なんかね、詰まっちゃう方多いんですよ。だから私はこの分余計こっちに出さないといけないこともあったりするんですが、やっぱその場でちゃんとボールを見て飛んできたボールに対して反応すると普通なんですけど、先に行っちゃうからなんかこう窮屈そうに打つっていう方結構いらっしゃるんですよね。じゃなくてちゃんとボールを飛んできたのを見てから反応していく、打ちに行くというのがとても大事なことです。でこれがね、なんか先
に先に行っちゃう方のこの特徴として、やっぱこうスクールの魂練習なんか1球目フォアっていうのが結構多いんですよね。だからこう形式練習をしててもちょっとフォアに構えてバックに行く人って結構いらっしゃるんですよね。だから変な癖がついてしまうというのが一番良くないんで、ボールが飛んできてからボールに向かうというのを意識するだけで、フットワーク、そしてボールに対してのこの感覚が、行く感覚が良くなると思いますので、これも試してみてください。それでは球足練習で上手くなるための考え方3つ目、これがね一番大事です。やっぱ特にこの上手くなっていく選手っていうのはこれ意識できてます。今現在プロ活動されている西岡良仁選手もこれ同じこと言ってました。相手を想像するですね。やっぱこれができている人、できてない人でこの球出し練習の質も変わってくるわけですね。これ何をイメージするかっていうのはもう人それぞれでいいんですよ。じゃあ今回ちょっと私ダブルスを意識します。ダブルスの平行陣の後衛のポジション、はい、ここでちょっとボレーをしていくんで、でコースを、まあ、ランダムでちょっと1回いきますね。これ何も考えてない人の配球、はい、どうですかね。こうやっぱ相手を想像するって、ダブルスを想像するって考えると、今の配球っていうのはあまり良くないですよね。なぜかっていうと、例えばストレートにボールを打った時はもう前衛がいる、前衛に対して真正面にボールを打ってるわけです。これは果たしてまあいい配球かどうかって言われたら、前衛にとって内ごろのボールを送ってるわけなんで、これは結果的に、まあ、あんまりいいボールじゃないですよね。あとは強く打ったクロスのボール、まあ、深くボールを打つっていう、まあ、明確な意図があればいいんですけど、なんとなく強く打ってしまう方、結局相手のストローカーの正面に行ってしまって、まあ、大した成果が得られる、結構リスクを負ってる割には大した成果が得られないという配球ですね。相手が2人いるっていうのを想像すると、このボールの配球というのがだいぶ変わってくるんですけど、自分のことだけを考えている方はこの配球が意外とできてなかったりするわけですよね。ちょっと私が相手を2人いてるというのを想像して配球してみたいなと思います。まずは確率に、次に相手を横に振る、はい、横に振ったら次は反対側のワイドを狙う、反対側のワイドで相手を貸し出した後は次はストレートを狙ったりとか、ストレートロブを狙ったり、ストレートロブを狙った後は次はこちら浅いボールを使ったり、で急に深いボールを打ったり、で深いボールを打つと見かけた浅いボールを打ったりみたいな感じで想像するわけですよね。まあ今は相手がストローカー、相手がボレー、乱高陣の形を想像しましたが、これ別に何でもいいんですよ。相手が平行陣の形であればまた配球が変わってくると思いますし、そうやって何を想像するかによってこの練習の質というのがぐんと上がるわけですよね。まあこれだけです。ここがやっぱりすごい大事な考え方で、これを意識しながらやるのか、なんとなく自分の自己満足で練習を終えてしまうのかが、この成長する市内の大きな差になると思います。はい、では3つまとめましょう。1つ目は球出しほど簡単な練習はないということですね。2つ目はボールが出てくる前にボールが来る方向が分かってしまっているので先に行ってしまう。で3つ目は一番大事な考え方ね、相手を想像する。でこれはね、余談なんですけど、私高校時代の時、団体戦で九州のとある高校のとある選手と団体戦で当たるというのを常に想像したわけですよね。キム・ジョンテ選手っていうんですけど、あ、これ見てくださってますか、ジョンテ選手、こんにちは、はじめまして。で私が勝手にライバル意識をしてたんですけど、結局その選手と当たらなかったんですけど、もうその選手からポイントがどうやって取れるかっていうのを常に考えてましたね。だから先輩と練習をしてても、その先輩をジョンテ選手、ジョンテ選手の風貌を想像して、で大体プレースタイルも頭に入ってたんで、それを想定して常に練習をしたんですよね、はい、でなんなら私、これも皆さん別に真似しなくていいんですけど、嫌いな食べ物があったわけです、漬物で、漬物をジョンテ選手だと思うわけですよね。これ食べへんかったら負けるなみたいな、
まあ、ここまでしなくていいと思うんですけど、それぐらいちょっと常にライバル意識を持って相手を想像したっていう話でしたね。まあ、それぐらいよりレベル上がってくると、あの選手にはこのボールは効かないなとか、あの選手でもこのボールは取れないなみたいなことを考えながらやると、よりまあこのシンプルな球足練習でも面白くなると思いますし、実力もぐんと上がっていくと思いますんで、ぜひ意識してみてくださいということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんこんにちは、ハードワーカーの大西です。シンプルテニスチャンネルのなっちゃんです。ここでお知らせです。9月29日に私となっちゃんでコラボイベントを開催することが決定しました。イベントの内容はこんな感じになってます。はい、ストロークメインのイベントとなっておりますんで、もうなっちゃんといえばストローク、まあ、ボレーもできるんですけど、まあ、ストロークのこのレベルがかなり高いんでね、この機に皆さんのストローク力を一緒にレベルアップしていきましょう。頑張りましょう。お願いします。